内閣支持率が低空飛行を続ける岸田文雄首相が秋の自民党総裁選前の解散・総選挙を見送る方向で調整に入ったと報じられている政治資金パーティーをめぐる裏金問題で逆風を受け衆院トリプル補選や地方選での敗北が続き与党議員の体制は選挙どころではない閣僚経験者と否定的なためだ だが、政界事情に通じる経済アナリストの佐藤健太氏は、このまま退陣不可避となるならば、岸田首相が一か八か、破れかぶれ解散を強行する可能性はなお残っていると見る。政界においては首相による解散権と肯定部会に関しては嘘をついても構わない。今は政治改革をはじめ、先送りできない課題に専念している。 それらにおいいいてて結果を出すこことと以外のことは考えていない岸田首相は6月4日、今の通常国会での衆院解散の可能性について記者団にこのように語った。政界においては首相による解散権と肯定部合に関しては嘘をついても構わないとも言われる。確かに足元の政治状況を考えれば現時点で首相が 天下の砲塔を抜くとは考えがたい。公明党の山口夏男代表も同日の政府与党連絡会議後に地方選で自民党内主与党の推薦した候補が負け続けている真摯に受け止めなければならないと記者団に語り自民党の政治と金問題に対する批判が高まる中での衆院解散に釘を刺した。 自民党の小泉進次郎元環境省もあの時より怖いと自民党がゲイヤした2009年の総選挙時を上回る大逆風にあることへの危機感を強めるどこかの時点で真を問わなければならない通常ならば連立政権を組む公明党の代表が反対し自民党内でも慎重論が大半となれば解散権は事実上を封じられると言ってよい だが何をするかかわらない人岸田氏に近い閣僚経験者と言われる岸田首相が未だ解散・総選挙による事態打開を狙っているとの見方は完全に消えてはいない首相に近ければ近い人物ほどどこかの時点で真を問わなければならないなどと声を潜めるのだ朝日新聞は6月4日に今国会中の解散見送りへと 大々的に報じ、今の通常国会の会期、6月23日まで、は延長せず、衆院解散を見送る方向で、最終調整に入った、と記した。読売新聞も6月5日に、秋の総裁選前の解散、総選挙見送りへと報道している。当面は、経済の好循環の実現や、信頼回復に集中し、総裁選で再選を果たせば、 秋以降の解散を慎重に検討する考えだという破れかぶれ解散の可能性が消えない理由これまで首相は4月の訪米や5月の外遊で外交の騎士だとして存在感をアピールし今春党の賃上げ効果や6月の定額減税実施によって支持率を付与させるシナリオを描いてきた。 だが、4月の衆院補正や5月の静岡県知事選などでの敗北が続き、直近の JNN による世論調査、6月1、2日でも、支持率は前月から4、7ポイント下落の25.1%と低迷、不支持率は71.6%、前月比3.7ポイント増に達しており、依然として厳しい状況を脱していない。ただ 首相による、破れかぶれ解散の可能性が消えない理由には、これまでの言動がある。首相は3月、衆院解散について、全く考えていない。政府、与党としては予算を年度内成立させることが何より重要だと述べた。4月には、政治改革に向けた取り組みの進捗や取り組みぶりを見て、いただいた上で、最終的には、国民の皆さん、 党員の皆さんに判断いただく立場にあると語っているそして5月22日の参議院予算委員会では今国会最大の焦点は政治資金規正法改正で会期中に実現すると説明した上で解散などそれ以上のことは何も考えていないと答弁したこれらの発言は自民党の政治と金問題に対する批判を政治資金規正法の 改正によって、跳ねのけた上で信を問う、6月解散が念頭にあったのは間違いない。シナリオとしては、7月7日投開票の東京都知事選とのダブル選も選択肢にあったはずだ。ただ、首相が公明党と日本維新の会との協議を経た改正案の国会提出は遅れ、参院での審議を踏まえれば、会期末までの日程は窮屈となった。 政治資金規正法の改正案会期内成立に起信号国民民主党の玉木雄一郎代表が記者会見で解散戦略にも狂いが生じてきているのではないかと指摘したように確かに6月解散どころの状況ではなくなったむしろ首相が今国会最大の焦点と位置づけた政治資金規正法の改正案を円滑に会期内成立できるのか 高信号が灯り始めている。そこで気になるのは6月23日までの国会会期を延長する可能性があるのか否かだ。党首討論の開催や立憲民主党などによる内閣不信任決議案の提出などを睨めば与党内には会期延長に慎重論も少なくない。しかし最大の焦点であるはずの改正案を合意に 成立させたとなれば野党からの格好の攻撃材料になる以下はネットユーザーの反応をまとめたものです岸田文雄は解散すると思いますそもそも自分のことしか考えておらずいかに自分が総理大臣でいるかが大切な人です9月の総裁選には出ることも難しいですから解散しますね 公明、維新と連立を組んで、過半数を確保できればいいと思ってます。自民党の議席が大幅に減っても、議員としての再選すら危うい状況か、少しでも長く、議席にしがみつくことしか考えていない、と判断しています。危機的とわかっているのに、全く動こうともしない今の議員たちも、いる資格はないと思いますね。政治をやる。 という気構えが全く感じられない大平さんのあたりまでは自民党の支持をしていたけど今は本当にろくでもない金の亡者の集団としか思えない期待するだけ時間の無駄リコール制度マジで欲しいいろいろと書かれていますが庶民にとっては次は誰がなっても同じかもしれませんが。 まず先に早期に、現総理が辞めていただくことが一番です。物価が上がり続けているのに、この6月からガソリンや電気料金の補助はされず、ほぼ全くと言っていいほど物価高に対策が取られていません。総理は、口先では減税もする賃上げもする生活も良くなるような言葉を多く言われますが、減税をしたところで月にすると3000ちょっとでは、 公共料金の値上がり分で消えてしまいまいすよ。賃上げにしたって総理が上げるのではなく企業や会社の事業主が決めて賃金上げるわけですから発言そのものがおかしいのです総理がどうなろうが関係ないのよ岸田が憲法改正を焦点に選挙をやるということは岸田総理大臣の緊急事態宣言によって国会議員及び 内閣の任期を無期限にできるようにしろというありえない主張を国民に問うこととなる。どこまで国民不在な自己権力欲の塊なのか、との批判が最高潮になる展開だ。どれだけ惨敗するのか面白いからぜひやってほしい。中曽根深だ振り返さんと同じく、現国会閉じた直後に臨時国会を設定して解散なら、 現国会での解散はないの情報とも矛盾は生じない。なお、岸田政権は、実際にレームダックのように見えるが、ではなくすでに陥っている。しかし、総裁再任を諦めていない岸田だからこそ、現実とひ自爆解散を強行する、可能性は消えない。